今回はリコリスリコイルのアニメ第1話解説をやっていこうと思います。まず冒頭では秘密組織 DA のエージェントであるリコリスの役目が説明されました。それは国民が平和は私たち日本人の気質によって成り立っていると思えるようにするのがリコリスの役目です。つまり犯罪が起きてもリコリスがすぐに始末したり隠蔽することで日本が平和に見えているということです。例えばナイフを持った通り魔が現れてもその通り魔が暴れる前に始末することで危険はもともとなかったとしています。また作中では平和を国民に信じ込ませるのが DA の責務と語られています。銃取引現場、いきなり武器商人に一人のリコリスが人質になっているところから始まります。現場に他のリコリスが待機していますが DA は現場のリコリスの技術を信用していないのか司令部は射撃許可を与えません。また DA の支部である喫茶リコリコの店長をしているミカも狙撃ポイントで待機していますが商人を捕らえるためにミカにも司令部は射撃許可を与えませんでした。司令部によると主人公のリコリスである錦木千里を待つと判断したので千里はかなり信用されていることがわかります。そんな時商人が人質のリコリスを殺害しようとしますが DA が何者かにハッキングされたので司令部に射撃許可の要請をすることができなくなりました。このままだと人質のリコリスが殺害されてしまうので射撃許可は待っていられないと判断したリコリスの井上拓奈が機銃掃射で商人を殺害しました。この機銃掃射で商人だけを殺害することができましたが人質のリコリスに命中する可能性を仲間のリコリスに指摘され顔を殴られて傷を負ってしまいます。また待機の命令を無視したことでタキナは DA の支部であるキッサリコリコに転属となりました。キッサリコリコでの活動、キッサリコリコへ配属されたタキナは元 DA 情報部員の中原瑞希と出会います。そこで瑞希からリコリスの正体が語られました。瑞希が DA を辞めた理由は孤児を集めてリコリスという殺し屋を育成する組織に嫌気がさしたからでした。千里は17歳、タキナは16歳ということで現場のリコリスは非常に若いのに戦闘力が高いのは組織に幼少から鍛えられているからと考えられます。またキッサリコリコではタキナは千里と初対面で自己紹介をしてタキナが去年京都から転属したと話したことに対して千里が転属組優秀なのねと話したことから全国にいるリコリスの中でも成績上位の者が東京に集まることを示唆していると思われます。ちなみにタキナが仲間のリコリスに顔を殴られたと知った千里は電話で抗議していました。その後にキッサリコリコを出発して仕事に向かう途中二人の話によると千里が旧電波塔をテロリストから一人で守ったことが明らかになりました。そして DA の司令官である楠木は銃取引現場の解決は千里の仕事だったとタキナに話したそうです。また銃取引現場で商品を抑えることができず船長の銃が消えていたことが分かりました。ですが銃取引自体が誤情報だった可能性も浮上しますが武器商人がいたことは事実なので迷宮入りに。一方 DA の司令部では銃取引現場のリコリスと通信中にハッキングしてきたハッカーの特定が成功しウォールナットというネット黎明期から有名なハッカーだったらしく DA 司令官の楠木はウォールナットの殺害を命令しました。またハッキングの件は司令部より上の上層部から内密にするよう指令があったので作戦失敗の報告は現場担当のリコリスのスタンドプレーによりとしています。話は千里とタキナに戻り2人は保育園、日本語学校、組事務所で手伝いをしますがタキナは国を守る公的機密組織のエージェントなのに個人のためのリコリスになることを不満に思っています。そして2人がついに向かった先は警察署です。ここでの警察の依頼はストーカー被害に悩む女性篠原沙織から話を聞くことです。沙織の話によるととある写真を SNS に投稿してから被害に遭っているようでその写真の背景に写っていたのが冒頭の銃取引現場でした。ちなみに銃取引現場での騒動は世間ではガス爆発事件として認知されているようです。この銃取引現場が写った写真の撮影場所は沙織が朝日のインスタ映えスポットと説明したことから銃取引現場へ商品を抑えることができなかったのはとっくに引き渡されていたからという可能性が出てきました。それで沙織が投稿した写真には取引現場の他に取引先の人物が写っていることからその写真を削除するために取引先の人物が沙織を狙っていると分かりました。取引先の人物による襲撃、沙織の家にタキナと沙織が歩いて向かっている途中タキナが車に尾行されていることに気づきます。そしてタキナはわざと沙織から離れて敵を導き出しおとりにした沙織が車に乗せられたタイミングで
車の正面から敵を撃って敵の身動きを封じます。しかしそこに千里が現れて、沙織さんに当たっちゃうでしょと言い、滝名を制止します。また何者かがドローンで監視していることに気づき、滝名にドローンを撃ち落とすことを指示してドローンを破壊します。その後は千里が非殺傷弾で敵を無力化、拘束して滝名が沙織を解放します。銃取引に関わった人物、次のシーンで場面は変わり、ハッカーのウォールナットと謎の人物が通話しているところから始まります。ウォールナットによると、 DA のハッキングを依頼してきたのはこの通話している人物であり、さらに銃取引にも関わっていることが明かされました。ですが、銃取引に関わる理由を聞いたウォールナットは、その銃取引に関わった謎の人物によって爆殺されてしまいます。その後その人物は喫茶リコリコに客として来店し、やあミカと一言。店長のミカは動揺した様子ですが、千里とタキナが挨拶したところで第1話が終わります。余談ですが、千里がタキナ、ミカ、ミズキと写真を撮って SNS に投稿するシーンがあります。ここで表示されているユーザー名を Twitter で検索すると、同じ投稿が出てきます。またその下にある今日は久々のお悩み相談でドタバタも実際に公式が Twitter に投稿しています。最後に今回も少しだけ銃について見ていこうと思います。前回の動画でタキヤのこの後ろ姿を見たとき PKM を予想していましたが、今回銃の側面が描かれ PKM であることがほぼ確定したのではないかなと思います。しかし前回の動画で訂正したい箇所があり、千里のハンドガンの持ち方ですが、センタークシスディロックにおけるエクステンディドである可能性が高いです。また沙織救出の際はセンタークシスディロックのハイのポジションで敵を撃っていました。銃取引現場にいた商人は AK-47 を折りたたみ可能な金属製ストックにした AKS-47 のような銃を撃っていました。そして今回一番気になったのがリコリスが装備するカバンです。組事務所へタキナがカバンの右側面を開けてハンドガンを取ろうとしていたことから、ホルスターの代わりになっていることがわかります。コンシールドキャリーに適したコンパクトなハンドガンだと十分なマウストッピングパワーを持つ弾薬を使用することができない場合がありますが、このカバンに入れておけば携帯性も即時性も抜群だと思います。さらにこのカバンにはマガジンポーチの代わりとなる機能もあり、カバンの底部から予備のマガジンを取り出すことができます。ぜひこのカバンは現実で商品化してほしいと思っていますが、それは置いといて、番組放送中の CM と CM の間にあるアイキャッチがありますが、その静止画が千里がタキナに花を向けていて、タキナが千里に銃を向けているので、今後この二人が対立することを示唆しているのかもしれません。今回の動画は以上です。新作オリジナルアニメリコリスリコイルは毎週土曜日23時30分からご覧の放送局で放送です。ちなみに私が愛用している UNEXT と Netflix では毎週火曜日の正午から配信されます。その他の配信サイト放送局については説明欄に記載の URL からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価をお願いします。